江川すぐるは、福島県岩木市出身の元プロ野球選手、野球解説者、タレント。高校時代は公式戦で、ノーヒットノーラン9回、完全試合2回、36イニング連続無安打、無失点、県予選合計非安打2での夏の甲子園出場、選抜高等学校野球大会における、一大会通算最多奪三振60個及び発射、連続奪三振、 春夏通じた甲子園における脱三振率14.0、東京六大学野球リーグ時代の17完封など、2020年まで破られていなかった数々の記録を作り、怪物と呼ばれた。また、日本プロ野球史上6人目、20世紀最後、昭和最後の投手五冠に輝くなどの実績を残し、1980年代の日本プロ野球、 セリーグを代表するエースとして活躍した。出生は福島県で幼少期を岩木市で過ごす。その後、鉱山技師であった父親の仕事の関係で少年時代を静岡県岩田郡佐久間町を大いで過ごす。父は江川の出生前から長男をプロ野球選手にしたいと思っていたというが、特に野球の練習を強いられることはなく。 同年代の男子と同様にバットやグローブを与えられ、ごく自然に野球を覚えた。ただ、父は檻に触れ何気なく、息子を野球に仕向けていた。佐久間町立佐久間小学校在学時代、父の真似をして天竜川へ石を投げたところ、大人の飛距離に遜色なく、対岸に届いた。以来、江川は天竜川で石を遠投することを日課とし、これにより、 地形が鍛えられることとなった。佐久間町立佐久間中学校では野球部に所属。当初は控え投手を兼ねた外野手だったが、1年生の秋から近所の学校との試合で高等したことをきっかけに正式な投手となる。中学2年生の時、父の転勤により、栃木県小山市に転居。野球の恩師は小山中学3年の時の赤池先生です。 スリークォーターのピッチングを上から投げるように言われ、その途端スピードが出るようになりましたと、後の江川は10回している。この小山市立小山中学校で、県大会優勝、また、栗本中学を相手に早くもノーヒットノーランジアイを記録している。高校は、小山高、日大一高、日大三高などいくつかの高校から勧誘があったが、 東京六大学野球の総敬戦に出る夢もあり、進学コースのある、作新学院に入学する。高校在学中は、作新学院のエースとして、バックスピンがよくかかった、快速球と縦に大きく割れるカーブを武器に、公式戦で、ノーヒットノーラン9回、ノーヒットノーラン無視し9試合4回、完全試合2回、20関空、36イニング連続無安打無視点。 一試合平均、飛安打2.6、防御率0.41、県予選合計飛安打2での夏の甲子園出場、選抜高等学校野球大会における、一大会通三最多脱三振60及び発射、連続脱三振、春夏通じた、甲子園における脱三振率14.0、練習試合含めて145イニング連続、無失点など、 今なお破られていない数々の記録を残している。その超高校生級の実力と耳の大きな顔が漫画、怪物くんの主人公に似ていることから、怪物くん、怪物笑川と呼ばれ、日本中の注目を集めた。今なお破られていない記録の多くが他の追随を許さない次元の異なるレベルにあることから、日本高校級会史上最高の投手との呼び声も高い。 なお、江川の同僚には後にラジオ日本のアナウンサーとなった染谷刑事がおり、江川のブルペン保守も務めていたが、染谷は高校野球部入部直後に退部している。高校1年1971年、第53回全国大会栃木県予選2回戦を、9年で5回無安打無四球七奪三振のパーフェクトリリーフで、高校生として初登板初勝利を飾った。 事前の3回戦では3年生、2年生の先輩投手がいる中で、初先発、8回を3安打イ風刺5対0の中、9回を後続投手に譲っている。さらに7月23日の準々決勝でも先発、栃木県高校野球史上初の快挙となる完全試合を達成し、中学を卒業して4ヶ月の1年生ながら早くも格の違いを見せた。 準決勝は先発するも延長11回無視から支給を与えたところで降板直後に後続投手が打たれ1年夏の甲子園出場はならなかったその年の秋第24回周期関東地区大会栃木県予選では4試合に登板30回を投げて2失点37脱三振防御率0 6 7一回戦では北関東高校球界で 江川、鈴木孝正と共に、速球投手三馬ガラスと言われた、石田誠を擁する、足利匠と激突。7回まで両者譲らず0対0だったが、8回に、作新学院が2点を先取。江川は8回に1死球を与えるも、後続を打ち取り、ノーヒットノーラン試合で、足利匠を下した。決勝の宇都宮学園戦では3安打1、脱三振完封勝ちし、 栃木県大会を優勝した。関東大会に駒を進め、1回戦前橋高専に先発。群馬県大会優勝校を相手に4回まで12、アウトの打ち三振以外が2個だけで無安打無失点。フェアグランド内にボールが飛んだのはセーフティーバントによる投げ頃だけという高校入学以来最高の出来と思われる投球で圧倒した。僕の投げたボールがヒュッと浮いていくのが マウンドから見えたんです。ボールが浮くというイメージを持った初めての瞬間でしたと、後の江川が10回している。また、この日5番に入った江川はチームでただ一人に安打を放った。しかし、5回表の3打席目で、前橋港、小池投手より、頭部支給を受け、耳から血を出して、意識を失いた以上。5回裏に、後続投手が打たれて敗退し、 優勝候補との呼び声も高かった2年春の甲子園出場はならなかった。高校2年1972年夏、第54回全国大会栃木県予選の2回戦、3回戦、準々決勝と3試合すべてでノーヒットノーラン、試合を達成。27回を投げて、被安打0、47奪三振、奪三振率15.7という圧倒的な記録で、 準決勝に進んだ。また、この準々決勝の栃木高戦では9回表まで0対0であったが、9回裏自らのサヨナラヒットで勝利するなど投打でチームを牽引した。この大会4試合目となる、準決勝太鼓山戦も10回西までノーヒットノーランだったが、味方打線が1点も取れず、延長11回裏、サヨナラスクイズによって0対1で敗れ、15、 脱三振の力投を見せるも夏の甲子園出場はならなかった。この大会で江川が作った公式戦36イニング連続無安打無失点記録は日本高校野球史上だけでなく日本野球史上でも未だに破られていない。なお、4試合での作新学院のチーム打率は2割6分1輪だったが江川は3割3分3輪と打撃でも一人気を吐いている。 その実力とは、対照的に1年夏、2年春、夏の悲劇的な内容での敗戦は地元で大きな話題となった。当時、江川は甲子園に出場したこともなく、全国的には無名の2年生投手だったにもかかわらず、この栃木県予選準決勝での敗退は、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞などの全国紙だけでなく、全国の地方紙でも掲載されている。 また、この実績から、栃木にはとんでもない投手がいる。相手校はバンともできず三振の山を築いている。栃木に、怪物江川ありと全国に知れ渡り、江川との練習試合の対戦希望が殺到。全国各地で招待試合が組まれ、そこでの投板回数の多さが、後に肩を痛める原因となったとされる。江川自身は、玉の速さで言えば、 甲子園に何とか出ようと思って一生懸命投げていた高校1年の秋から2年生の夏ぐらいまでが生涯で一番早かったんじゃないかと思いますと後に10回している。同年秋の第25回周期関東地区大会栃木県予選翌年の春の甲子園に向けての初戦となる1回戦は5回まで投げ15アウトのうちの14アウトを三振で奪う 気合の入った回答を見せ無安打0風、6回以降を後続投手に譲っている。2回戦は9回に安打15奪三振完封勝ち。準決勝は6回に安打6奪三振0風、7対0となったところで交番。決勝も9回に安打10奪三振完封勝ち。合計4試合に登板し、29回6安打、無失点45奪三振、2試合完封。 脱三振率14.0で、栃木県大会を優勝した。関東大会に駒を進めての1回戦では、群馬県大会優勝校の強豪、東農第二と対戦した。この試合でも、2回西から5回西まで9者連続、脱三振、6回まで投げて13脱三振1安打、冷風と、強豪、東農第二を圧倒した。事前の準決勝は七十年代前半から、 黒潮打線と呼ばれ強打で鳴らした千葉県大会優勝校の強豪、長子賞と対戦した。この関東大会は千葉長子球場で行われたが、野球熱が高い地域であることに加え、地元強豪の長子賞が出場するということで、試合前から満員のスタンドは長子賞応援一色となった。しかし、試合が始まると江川の桁外れの凄さに、 球場全体が静まり返る異様なムードに包まれた。1965年夏の全国高校野球大会で準優勝し、気軽正明投手を育てた、調子賞の名称、斎藤監督はこの日初めて、江川と対戦したが、最初のバッターへの投球内容を見て、これは完全試合をやられるかもしれない、2回西から死球を取り、その時は内心ほっとしました。 とりあえず完全試合は、免れましたからと後に語っている。終わってみれば、長子賞随一の強打者、4番、いいのから3打席3三振を奪うなど、強打の長子賞打線を全く寄せ付けず、1アンダーカンプル20奪三振、外野に飛んだ飛球は2本だけ、長子賞は、ノーヒットノーラン試合を逃れるのが、精一杯というほどの完敗だった。 強力打線と後投手、英川英職を要する神奈川県大会優勝校で、東の横綱とも称された横浜と対戦した。競合の東農大に、長子賞に対して2試合で15回にアンダム失点33奪三振、奪三振率19.8と圧倒的な力で勝ち上がってきた江川に対して、強打の横浜は、三振を取られまいとバットを一握り短く持って、 初級から積極的にバットにボールを当てに来る先法を取った。しかし、それでも江川に対して歯が立たず、江川は16三振を奪い、無四球完封で関東大会を優勝した。また、この大会3試合で3番に入った江川は、12、打数7安打、打率5割8分3輪6打点、二三塁打、2四球と打撃でも中心選手として、 チームの勝利に大きく貢献した。周期大会の成績は7戦、全勝、53投球回無失点、被安打12、脱三振94、脱三振率16.0。新チーム結成以来、練習試合を含む23戦全勝負けなし、140イニング連続、無失点で、春の選抜大会に乗り込むこととなった。なお、 この関東大会決勝で無支球16、三振完封負けと、江川に対して全く手も足も出なかった横浜は、同じく春の選抜大会に出場しているが、この大会で出場を後えたとなる3本類が、特に、小倉商戦では、選抜大会史上初となる、サヨナラ満塁本類が、決勝では、広島省の高投手、筑田正樹に13安打を浴びせるなど強打で多行。 圧倒して優勝しており、江川の超高校級の実力を間接的に証明している。高校3年1973年春の第45回選抜大会は、江川のための大会とも言われた大会となった。初戦は、周期大阪大会で優勝し、出場校30校中トップのチーム打率3割3部6輪を誇る優勝候補の一角。 京田の北洋高校で大会屈指の高カードとなった。北洋、高橋監督は、江川江川というが、まだ高校生。うちの打線は、今が絶好調。ぶんぶん振り回して、江川に向かっていきますよと開会式前のインタビューで、語っている。インターネットなどがなかった、この時代、全国の多くの高校野球ファンは、新聞報道などで、江川の存在は知ってはいたものの、 実際の江川の投球を映像で見たことがなかった。そのため、実際にどのくらいの速い球を投げるのか、全国レベルの強力打線にどれだけ通用するのか、ベールに包まれた江川の投球に、全国の高校野球ファンの注目が集まった。3月27日、第1日目第1試合。初めて甲子園球場という全国区に姿を表した。 怪物江川を見ようと全国の多くの高校野球ファンがテレビに釘付けとなった。また、江川見た里開幕直後の地元競合、北洋戦とあって、甲子園球場は超満員5万5千人に膨れ上がった。マウンドに上がった江川がウォーミングアップで投げた一球目、大観衆はその球速に、うおおと大きくと読めいている。江川は強打者揃いの北洋打線を圧倒。 一回の北洋の攻撃では、選手のバットにボールを一度も触れさせずに三者連続、三振を奪った。続く二回の先頭打者も一球もボールに触れさせる、ことができず三振。一番、菅谷から二番、軽減、三番、広瀬、四番、藤田と続く北洋が誇る、協力上位打線が一人もバットにボールをかすらせる、ことすらできず、監修は強炭し、 甲子園球場は異様な静けさに包まれた。次の5番、有田がこの試合23球目に初めてバットにボールを当てると、有田に対して、超満員の観客から大きな拍手が巻き起こっている。初回戦闘打者から4回西まで、アウト11社連続奪三振、周期大会で打率4割2分3本塁が、21、打点の成績を残した北洋ナンバーワン強打者、 4番、藤田からは4打席4奪三振。最終イニング9回も2番、軽減からの高打順に対して、3者連続奪三振。結局、この試合を19奪三振完封勝ちと、鮮烈な甲子園デビューを飾った。試合後のインタビューで、北洋、高橋監督は、生徒にはまっすぐを狙わせたが、スピードがありすぎて、バットに当たろうともしなかった。 途中から作戦を変えて、短打打法に切り替えたが、全くダメだったと語っている。この試合以降、この選抜大会は、江川一式の大フィーバーとなった。江川が登板する日は、江川を一目見ようと甲子園周辺一帯が、数千人のファンで埋め尽くされて身動きできない状態となり、警官数十人が警備に当たったが、それでもバスから降りた。 江川らが甲子園球場になかなか入れないくらいの大混乱状態が続いた。ちなみに、江川の前に19三振完封負けとなった北洋は、この年の夏の甲子園にも出場しているが、ここでベスト8になっている。2回戦で江川と当たる小倉南の重田監督と、ナインは、この1回戦、作新学院対北洋戦を、甲子園のスタンドから観戦した。 ここで出場高一とも言われた京田、北洋打線が赤子の手をひねるように江川に圧倒された試合を見て、このままでは勝てないと考え、江川対策を練った。3月31日の2回戦、小倉南は選手全員がバットを二握りも短く持って登場し、初級から徹底した単打とバント戦法で江川に食い下がり、スタンドがどよめいた。しかし、 安田は3回の3塁前のバントヒット1本のみで、7回10奪三振と江川が圧倒、8対0と大量リードしたため、8回以降を後続投手に譲っている。4月3日の準々決勝では、秋季愛媛県大会優勝、四国地区大会でも優勝し、優勝候補の一角と言われた今治西と対戦した。この今治西に対しても江川は、速球。 変化球ともにさえ、怪物ぶりを発揮した。7回2誌までヒットは愚か一人のランナーも許さず14、脱三振、完全試合の期待も高まったが、その直後に、中前出された。しかし、その後は8回9回の6アウトを6車、連続脱三振に切って取り、結局、8社連続を含む、毎回の20脱三振で1アンダ完封。カンプー。 フェアグランド内にボールを打ち返せたのは2番から5番バッターだけで1番、6番から9番バッターはフェアグランド内にボールを打ち返すことすらできず15、アウト15三振。この試合外野に飛んだ飛球は初回の右飛と2回の左飛の2本だけと圧倒的な力の差を見せつけた。この試合での発射連続脱三振は1926年末に和歌山中学 小川翔太郎が達成した夏の大会記録に並ぶもので春の大会としては史上最多記録。試合後のインタビューで今治にし、矢野監督は選手にバットを短く持って当てていくように指示したがどうしても打てなかった。もう一度対戦しても打てませんね。選手には内緒ですが完全試合にならなくてほっとしましたよと語っている。ちなみに、 江川の前に1安打23振の今治西は、この年の夏の甲子園にも出場し、ベスト4になっている。北洋19奪三振、小倉南10奪三振に続いて、強豪、今治西を1安打20奪三振で一周し、3試合25回を投げて、被安打6、無失点、49奪三振、奪三振率17.6。その圧倒的な力に、メディアも、 江川をどのチームが破るのかという興味から、一体江川は大会通算いくつの三振を奪って優勝するのかという興味に変わるほどであった。4月5日の準決勝は、広島県代表の試合合者、広島賞。広島賞、坂田監督は試合前のインタビューに他のチームのことは一切考えなかった。江川をいかに崩すか。それだけを頭に描いて、 選手を鍛えてきたと語っている。試合では選手に、江川もこれが甲子園4試合目で疲れている。一人、最低5球を投げさせろと指示した。具体的には、全選手が高めの球には一切手を出さず、バッターボックスのホームベース寄りに立って内角の球を投げがたくさせるとともに、徹底してバットを短く持ち、外角低めの球に的を絞ってファウルを打つことにより、 投球数を増やして、江川の精神面を崩す作戦に出た。江川は8回を投げて、飛安打に、毎回の11奪三振と、ほぼ完璧な投球だったが、5回までに104球を投げさせられている。広島賞は5回裏に死後、四球で、出塁の立川を2塁に置いて、右打者のエース、筑田は、江川の外角高めの速球に振り遅れて、どん詰まり。 完全に打ち取られた打球だったが、ふらふらと上がった小フライが一塁手後方ライト前に、ポトリと落ちるポテンヒットとなり、立川が生還、江川に140イニングぶりの失点を与えた。さらに、広島賞は1対1で迎えた8回裏にし、1・2塁から無謀とも思えるダブルスチールを観光、予期せぬ動きに慌てた小倉保守の三塁悪送球を、誘い、 二塁走者の金光沖にがホームを踏んで2点目を奪った。この得点が決勝点となって、作新学院は1対2で敗れ、ベスト4で姿を消した。江川はこの大会で、通算60奪三振を記録。1930年選抜優勝の第一、新交渉、岸本正春の作った54奪三振の従来、記録を43年ぶりに塗り替えた。 この選抜大会60奪三振の記録は現在でもなお破られていない。同年7月、第55回夏の甲子園、全国大会と地域県予選が行われた。通常、県予選の初戦は多くの場合、両校の応援団や関係者、一部の高校野球ファンが観戦する程度で球場の外野応援席はガラガラとなることが多いが、作新学院の初戦となる回戦では、 怪物、江川を一目見ようと球場は2万人の体観衆で、超満員となった。以降も、作新学院の試合がある日は、江川三たさに来る車が、宮城や東京、愛知などの県外を含めて5000台以上にもなり、球場周辺一帯の道路は、試合当日朝から大渋滞で完全に交通麻痺となり、40人以上の警察官が動員された。また、急遽隣接する、 軟式野球場を開放して臨時駐車場とするなど関係者も対応策に追われた。江川は2回戦、3回戦とノーヒットノーランで勝利、続く準々決勝も1安打完封と圧巻な内容を見せた。高カードとなった準決勝の太鼓山戦は地方予選としては異例の徹夜組が約100人現れる事態となったが、 この太鼓山戦も1アンダカンプルと圧倒。さらに、決勝の対宇都宮東戦は前日雨にも、かかわらず徹夜組が150人以上となったが、この決勝も、ノーヒットノーランと力で、相手校をねじ伏せている。結局、江川が登板した栃木県予選5試合のうち、2回戦、3回戦、決勝の3試合で、ノーヒットノーランを達成。 特に3回戦の宇治江戦、決勝の宇都宮東戦では無四球ながら振り逃げ、失策と味方守備の乱れで走者を許し、完全試合を逃している。残りの2試合、準々決勝、準決勝も1安打ずつしか許しておらず、県予選5試合を3試合のヒットノーラン、無失点、非安打2、70奪三振、防御率0.00、奪三振率14.0、 練習試合を含め140イニング連続無失点というまさに天下無敵の状況で夏の甲子園に乗り込むこととなった。なお、この大会で江川が作った都道府県予選合計被安打2での夏の甲子園出場は高校野球史上未だに破られていない最小記録である。ちなみに江川は1年生から3年生の間に 夏の甲子園栃木県予選に13試合登板しているが、そこでノーヒットノーランを7回記録している。夏の甲子園に再び怪物映画は現るということで開幕前から全国の高校野球ファンのその投球に期待が高まった。組み合わせ抽選会で作新学院注目の初戦は柳川賞となった。春の甲子園大会以降、 江川の実力を知る全国の有力校は江川を攻略しないと全国優勝はないと作新学院江川を徹底的にマークしており柳川賞の名称福田監督も組み合わせ抽選会後の報道陣のインタビューに対して江川江川と騒ぎなさなキャッチャーが取れるやないかバットに当てられないわけがない秘策がありますよと語っている 同年8月9日、1回戦の対柳川商戦は、江川を見るために、全国のファンがテレビに釘付けになり、電力供給不足のリスクから、関西電力が大手会社に、エスカレーターと冷房のストップを要請する事態となった。柳川賞は、対策進学院、江川向けの企策として、攻撃面では4番、徳永敏美以外の選手全員がワントの構えから、ヒッティングに出る。 プッシュ打法、いわゆるバスター打法を徹底した。江川の速球の球威に負けないよう、バットを二握りほど短く持ち、しかもバットを握る両手を離して、打つようにして、必死に食らいつき、監修がどよめいた。江川はこの打線に対しても5回までに5アウトの、うちの10アウトを三振で奪って圧倒したが、6回、表、ついに146イニングぶりの1失点を喫した。 7回裏に、作新学院は同点に追いついたが、柳川賞は、作新学院向けに守備面でも、秘策を見せた。栃木県予選チーム打率が、204と、およそ県予選優勝校とは思えない、作新学院打線を知る柳川賞は、9回裏1、対1、作新学院1四万類さよなら場面で、なんと中堅種を三類種と投手の間に守らせる。 長変速内野手5人シフトを敷いた。甲子園史上初めて目にする、この内野手美人形に大観衆は強嘆して大きくどよめいた。作新学院は2番打者がヒッティングに出たが、ゴロになった打球は投手右横にいた中堅守のグラブに当たって三塁手前に転がり、三塁手が本塁封殺。自打者の3番、江川はレフトフライに倒れ、 延長戦に突入している。さらに、延長12回裏一死満塁で同じく5人、内野手シフトで、投手ゴロ本塁封殺。14回裏一死三塁の場面でも、同じく5人内野手シフトで、狙い通り内野ゴロをその中堅手が裁き、打者走者をアウトにして切り抜けるなど、徹底した守りで、作新学院に得点を許さず、笑顔に食い下がった。試合は、 延長15回の激闘の末、作新学院が2対1でさよなら勝ち。江川は6回失点以後も柳川賞を圧倒し続け、7回以降冷風11三振を奪い、結局この試合を1失点完投、15回の参考記録ながら、大会史上2位の23奪三振を記録している。また、この試合から38年後、福田監督は、 江川くんに対して試合前にホラーを吹いて申し訳なかった。江川くんは最高のピッチャーでしたと語っている。8月16日、2回戦の相手は千葉県代表の長子賞。この日は平日の木曜日にもかかわらず、テレビのある場所はどこも試合を見ようという黒山の人だかりができ、江川人気の高さを見せつけた。しかし、長師賞の高投手、土山佐カを相手に、 作新学院打線はここでも点が取れず、0対0のまま延長戦に突入。試合途中から降り出した雨は、その後勢いを増し、12回裏の長子章の攻撃が、始まる頃にはバケツをひっくり返したような土砂降りとなった。強い雨で、ポケットに入れた老人も固まってしまう中、濡れたボールが滑り、請球を乱した江川は12回裏一四万塁のピンチを招くと、 カウントツーストライク3ボールから内野手全員をマウンドに集め、次の球は力いっぱいのストレートを投げたいと告げた。江川はその時、ふざけるな、ここで負けたら終わりなんだから、ちゃんとストライクを入れろと言われることも覚悟していたと言うが、ナインから春も夏もここまで来られたのは、お前のおかげなんだから、お前の気の済むように投げればいいじゃないかと、笑顔で言われ、江川は、 心のもやが取れた。ああ、このチームにいて本当に良かったと思ったという。この直後、江川が投じた169球目の渾身の、ストレートは明らかに高く外れるボールで、押し出し、0対1で、さよなら負けとなった。江川は超高校級の豪腕投手として、驚異的な記録を残し、怪物の名を欲しいままにした。甲子園の通算成績は6試合、4勝2敗。 投球回数59回1、3、脱三振92、自責点3、防御率0.46。甲子園、通算80脱三振以上の投手の中で、脱三振率14.0は、横浜、松坂大輔、駒大苫小牧、田中正宏、東北、ダルビッシュ優、大阪桐蔭、藤波博太郎など並みいる歴代の高投手と、比較しても、ズバ抜けた。 ダントツ一位の記録である。江川の高校生活最後の大会となる10月14日、開幕の千葉国体では、1回戦で同年夏の甲子園優勝校である広島賞と激突にあんだ17奪三振で1対0の完封勝ち。春の甲子園で敗れた雪辱を果たすとともに、改めて江川の実力を証明してみせた。準決勝の静岡号戦でも11奪三振。 無支給完封勝利。夏の甲子園で敗れた、長師賞との再戦となった、決勝戦でも先発したが、2回を投げて、被安打に、2奪三振、自責点1で降板。江川に勝ち負けはつかなかったが、後続の投手が打たれて2対3で敗れ、調子賞に一種を報いることは叶わず、作新学院は、準優勝となった。結局、江川は、高校時代に、 全国制覇を経験することができなかった。1973年秋のドラフト会議で、上田理事新監督率いる阪急ブレーブスから一位指名を受けるが、入団を拒否している。江川は阪急の一位指名を蹴り、慶応義塾大学以降に進路を絞って受験したが、不合格となった。慶応大学不合格はこの日の NHK など、 各テレビ局の昼のニュースのトップで報じるなど大きな話題となった。一高校生の大学受験結果がテレビのトップニュースになることは極めて異例のことである。慶応大学以外を平願受験していなかった江川は、その後、法政大学法学部第二部法律学科を受験し合格した。江川は慶応大学不合格について、 日本史で過去の出題傾向から明治以降を完全に捨ててかかったら、その年に限って近代史の問題が多く出題されたと分析している。一方で、この当時、私立大学不正入学問題が立て続けに明らかになった。こうした私立大学入学に関する時代背景から、世間やマスコミの中には少なからず疑心暗鬼の空気があった。ここで、 慶応大学一校に絞っていた江川を入学させると江川と慶応大学との間に裏取引があったのではと疑われる可能性があることから例年なら野球部セレクションによる加点があるがこの年に限って加点が行われなかったという説がある実際この年の慶応大学は 慶応大学進学を強く熱望した堀場秀隆、中尾高吉などの有力選手も相次いで異例の不合格としている。法政大学1年生の春から主力投手として東京六大学野球リーグ戦に登板。法大の同期には上松聖一、楠原はじめ、金三沖に島本慶次郎、袴田秀俊、徳永俊美ら甲子園を沸かせたスターが集まった。 ライバルの早稲田大学には、山倉和弘、佐藤清白鳥茂春らが入学し、放題の花の49年組と共に神宮を沸かせた。中でも山倉は、南海ドラフト2位を蹴って壮大に入学しており、江川が大学時代に最も恐れたバッターであり、後には巨人でバッテリーを組むことになる。江川が入学した年の東京を6。 大学春季リーグ戦は、前川義博、吉沢俊幸、松本忠、八木茂らを擁した総大が優勝。放題は3位に終わったが、直後の新人戦、境内戦では3失点5奪三振で、関東勝利して優勝に貢献した。さらに、その年の秋季リーグ戦でも、史上最年少で投手のベストナインを受賞するなど、主戦投手として活躍。 明治神宮野球大会でも、放台の準優勝に貢献した。1976年から77年の放台、4連覇にエース、時には5番打者として貢献した。中でも1976年秋季リーグでは、投手は、野手と比較して打席に立つ回数が少ないにもかかわらず、規定打席に、到達、38打数13安打で、打率3割4分2厘、本類打2本。 打点10の高成績を上げている。この時は、もちろん放題の規定打席数以上の選手の中では、3部門すべてにおいてトップであった。通算47勝は、山中正武の48勝に次ぐ、史上2位。1977年10月22日、対民第1回戦を5アンダーンプして47勝目を、上げた翌23日。 リーグ最終戦のタイミング第2回戦に勝てば、通算勝利で、連盟大記録になったが、江川は、うちには、投手は他にも、たくさんいますからと、あっさり先発を、やりた秀でに譲っている。通算17完封は、連盟記録、ベストナインにも6度選ばれた。これは、高田茂の7度に次いで、谷沢健一の6度と並ぶ、連盟2位の記録である。 脱参進数も2002年や秋に当時総大4年生だった和田武氏に更新されるまでは歴代最多だった。また、江川は2年生で第4回日米大学野球選手権大会日本代表、3年生で第5回日米大学野球選手権大会日本代表、4年生で第6回日米大学野球選手権。 大会日本代表に選出されたが、同学年で3年生時の全日本大学野球選手権大会準決勝で、江川と投げ合った東海大、遠藤和彦は一度も同代表に選出されず、江川に対して強烈なライバル意識を持ったことが、設計士の道を諦めて、プロ入りする方向転換の要因となった。なお、当時のチームメイトには、一学年上に高城信弘。 近鉄ドラフト6位を蹴って入学した佐々木正幸、船木千代美がいた。2年生時には右肩を疲労骨折した。ただし、当時その事実は外部には伏せられ、6大学のリーグ戦にも通常通り登板していた。ため気づかれることはなく、プロ引退後にその事実が明かされた。江川によればそれ以後右肩の調子が100%に戻ることはなかったという。 また、2年生秋の1975年9月21日対、慶応2回戦では、前日に続いて、連続先発し、4回を終わって6対2で、法制リードの場面だったが、翌日以降の試合に備えて、江川は降板。結果として、あと3人抑えて5回を投げ切っていれば、勝利投手となり、通算48勝となっていた。 放題4年生時の1977年秋のドラフト会議では、放題の大先輩、根本六尾新監督率いるクラウンライターライオンズからドラフト一位指名を受けるが、入団を拒否。江川は当時福岡市を本拠地としていたクラウンに対し、福岡は遠隔地という理由で断った。この時のことを後に、江川は巨人がダメでも巨人と対戦でき、 そして当時交際中だった夫人が東京在住だったため遠距離交際を避けられる在京セリーグ球団からの指名なら入団していただろうと振り返っている。大学卒業後は作新学院職員としてアメリカに留学。これは大学から社会人野球チームに入団すると最低2年間はプロ野球入団が禁じられるため社会人野球への選手登録をしないで 翌年のプロ野球入団が可能な野球留学を選択したため、南カリフォルニア大学で練習し、実践ではアラスカのサマーリーグにアンカレッジ所属として参加して2勝2敗。留学当時、クリス・スミスがルームメイトで江川にとって英語の先生役でもあった。1978年度ドラフト会議の2日前に急遽帰国した江川は、 ドラフト会議前日の11月21日、巨人と電撃契約した。セントラルリーグ事務局は即時にこの契約を無効として江川の選手登録を却下したが、それに抗議した巨人は翌日のドラフト会議をボイコットした。当のドラフト会議では、巨人の抜け駆け契約に抗議する意味で、南海、近鉄、ロッテ、阪神の4球団が江川を1位指名し、 抽選の結果、阪神が江川との交渉権を獲得した。巨人は、全12球団が出席していないドラフト会議は、無効であると主張して、江川に対する阪神の交渉権を認めなかった。この問題はこじれにこじれたが、最終的に、金子 A コミッショナーの強い要望により、1979年1月31日、江川は交渉権を持つ阪神と契約を結び、 一旦阪神に入団した上で、同日中に小林茂を相手とする交換トレードによって巨人に移籍することになった。この一件により、江川に対する世間の風当たりは強くなり、一気に悪役に仕立て上げられる。マスコミは退去して、江川を批判すると同時に、小林を悲劇のヒーローとして報道した。この経緯から江川るという造語が流行語にまでなった。 また、1960年代に子供が好きだったものを並べた、巨人、大砲卵焼きをもじって嫌いなものとして、笑顔ピーマン北の海という呼び方が、揶揄的になされた。巨人入団時に、背番号19を提示されるも、さすがに、小林茂のつけていた背番号なので拒否。昭和30年生まれにちなみ、空いていた背番号30をつける。なお、 阪神入団時の背番号は3である。これはたまたま阪神の3番が空いていたこともあるが、巨人移籍後は使用できない番号を故意に付けさせた阪神側のせめてもの抵抗とも受け取れる。ただし、引退時は引退記念当番でライバルであった掛布正幸を打席に立たせるなど、阪神サイドも一定の配慮を見せている。自主トレ期間中は前年まで現役保守だった。 矢沢氏がパートナーを務めた。開幕からの2ヶ月間は一軍昇格を自粛する。デビュー戦となった1979年6月2日の大阪新戦では、敵将のドンブレーザー監督に九州を見抜かれ、リロイスタントン、若菜義春、マイクラインバックに本塁打を浴びて敗戦投手。また、同月17日のプロ初勝利となった対、広島戦では、 試合中に鼻血を出すというハプニングで8回途中、降板したが、その後は活躍を見せた。しかし、ルーキーイヤーの成績は9勝10敗の負け越しで、一桁の勝ち星に終わったことなどが影響し、13勝を挙げた藤沢木也に新人王をさらわれた。なお、4月17日の甲楽園球場でのイースタンリーグロッテ戦では、2軍の試合としては、 異例とも言える3万人以上の観客が江川目当てに集まり、江川は自身より2歳年上でプロ入り同期のルーキー、落合博光と対戦したが、初回に中堅後えの先制タイムリー2塁打、3回にも左前のタイムリーを打たれた。江川は7月21日に横浜スタジアムで開催されたジュニアオールスターゲームにもオールイースタンのメンバーとして出場。 3イニングを無安打4奪三振という見事な投球を見せたが、この時は勝ち越し本塁打を放った、加倉一馬が MVP に選ばれ、江川は最優秀投手賞だった。この年のオフに地獄の伊藤キャンプに参加する。プロ2年目の1980年には、261回、1、3を投げ、16勝、勝率57、571、 防御率2.48、219奪三振、18、関東で、最多勝利と最多奪三振を獲得し、ベストナインも受賞するも、沢村賞は該当者なしにされた。3年目の1981年には、240回、1、3を投げに十0勝6敗、勝率、769、防御率2.29、221奪三振、 二重関東で、最多勝利、最優秀防御率、最多脱三振、最高勝率のタイトルを獲得、項目外の最多完封も達成し、投手後関房に輝き、チームを4年ぶりのリーグ優勝に導いた。最優秀選手に選出され、ベストナインも受賞したものの、沢村賞は、同僚の西本清の受賞となった。勝ち星、勝率、防御率、脱三振、 関東数は江川が上、東番数、東急回数は西本が上だった。このことをきっかけに、巨人ファンやそれ以外のプロ野球ファンから同情の声が多く集まって、空白の1日事件から巨人入団までの天末によるマイナスイメージが徐々に薄れて、イメージ的には怪我の巧妙となった。対象製薬、藤花などの CM にも出演。その年の日本シリーズでは、 1> 第1戦、第4戦、第6戦の3試合に先発。第1戦は6回を投げて、自責点4の敗戦で降板。その後チームが同点に追いつき敗戦投手は免れたものの、9回裏にリリーフエースの各三男が、打たれてチームは、さよなら負けを喫した。中3日で投板した第4戦は2失点、関東勝利。さらに中3日で投板した第6戦も3失点。 関東勝利で優勝。レギュラーシーズンに続き、同上げ投手となり、巨人を8年ぶりの日本一へ導いた。この時、9回裏に死後の最後の打者であった、井原ら新一の飛球が、マウンド上に上がった際に、普段通り投手に代わって補給しようとする野手を制して、ウィニングボールを取ったことを思い出としている。前年年俸五百六十万円から、ほぼ倍増の年俸三千万円で、 契約公開した。1982年も263回1、3を投げ、19勝、勝率、613、防御率2.36、196奪三振、24関東を挙げる活躍で、沢村賞選考基準項目のすべてを満たし、最多奪三振を獲得するが、沢村賞には20勝を挙げて、沢村賞選考基準項目のすべてを満たした。 北別府学部が選出されたため、この年も沢村賞を獲得できなかった。勝ち星、勝率、登板数、投球回数は北別府が上だったが、防御率、脱三振、関東数は江川が上だった。結局、江川は沢村賞を獲得できないまま現役生活を終えることになる。活躍が評価され、日本人選手では、 チーム1となる年俸4400万円で契約公開した。1983年夏に再び右肩を痛める。新級の治療などを受けてマウンドに立ち続けたが、スポーツ新聞などからは100級肩と揶揄されるようになった。江川はこの事実が知られることを恐れ、投球数を減らすように工夫し、チーム内でもトレーナー一人以外には知らせなかったという。 しかし、この形が、最終的に、江川を引退に追い込むことになる。この年は、レギュラーシーズン優勝決定時を含め3セーブを記録。また、同年のセーブとの日本シリーズでは、シリーズ直前に、右足ふくらはぎの肉離れを起こしていたため、制裁を書き、登板した第1戦、第6戦で、敗戦投手となり、第4戦でも、 江川自身に勝ち負けはつかなかったがチームは敗れた。同年オフ、堀内常夫の現役引退に伴い、藤田元次と堀内が背負った背番号18への変更を打診されたが誇示している。1984年は名古屋球場で行われたオールスターゲーム第3戦で、保守、中尾高義とバッテリーを組み、8者連続奪三振を記録。 この時5人目の打者として対戦した落合博光は、玉は現役投手で一番速い。なぜこれほどの投手が打たれるのかわからないと、10回している。しかし、9人目に迎えた打者、大石大二郎への3球目にカーブを投げて、バットに当てられてしまい、2塁ごろとなり、1971年、第一戦の江夏豊に並ぶ9者連続奪三振はならなかった。 同年9月16日の対広島戦では、先発して延長11回まで0点に抑えたが、12回裏、一シ無奏者、打者、長島清幸の場面で158球名を打たれ、これが、生涯初の久世なら本類打となり、自責点1の関東負けを喫した。しかしながら、同年のシーズンも、通算2度目のリーグ最高勝率と通算4度目の、 リーグ最多カンプを記録した。1985年は、右肩故障の影響でプロ入り以来最低の成績に終わったが、自チーム監督の大貞治が持っていた、当時の年間最多本塁打記録に迫る阪神のランディバースに対し、他の巨人の投手が敬遠をする中で、真っ向勝負をしている。そのことからバースは引退後に、江川を最高の投手と評していた。 1985年のシーズンオフに中国張治療でまたたした江川は新ストライクゾーンが導入された翌1986年は好調だった。だが6月26日の大半新戦で7試合連続本塁打の日本体記録がかかったバースに真っ向勝負を挑むも最終打席で本塁打を許している。また大阪スタジアムで行われた7月20日の オールスターゲーム第2戦では4回からリリーフ登板、一死二塁で、西部の高卒ルーキー、清原和弘と初対決し、カウント2から1からストレートを投げて空振り三振に切って取った。また、前年から43%アップの年俸を6300万円で契約公開した。アクルト氏の1987年、神宮球場で行われた6月2日の対。 ヤクルト戦では、6回1、3を投げて、自責点3で交番、江川自身に勝ち負けはつかなかったが、ヤクルトの4番で、怪物と言われたボブ・ホーナーと、初めて対戦。日米、怪物対決は、ホーナーから3打席連続三振を奪った江川に、軍配が上がった。しかし、9月20日の対広島戦で、4番、小早川武彦に2打席連続で、本塁打を打たれる。 二本目の本塁打は,は逆転サヨナラツーランとなり、三失点で完投しながら敗戦投手となり、江川は小早川がベースを一周する間ずっとマウンドに膝をついて呆然としたまま動くことができなかった。これをきっかけに球団の異流を押し切って現役を引退した。球団代表の長谷川実は江川と強い信頼関係、100%の信頼関係で結ばれている。 引退というものは、一芸に秀でた達人がその世界を去るということ。自由にしてあげるのが礼儀として、任意引退ではなく自由契約とした。引退会見では、優勝のかかった対広島戦を前にして長年、痛めていた右肩の故障が、限界に達し、速攻性があり一時的に力は回復するが、投手生命を縮めるという、いわゆる、禁断の壺に針を打つ治療を受けたと語り、 引退記者会見に出席した多くのスポーツ記者が涙をにじませて語る江川の姿にもらい泣きした。しかし、新旧関係者から、新旧治療でそのような危険な治療方法があるかのような誤解と不安を与えたとの不満と抗議が起こり、そのようなツボが江川が主張した幹部の裏にあるという事実も確認できなかったため、治療をした新旧医の生命を明らかにするように、 新旧委の団体から正式な抗議を受けた。この件に関しては、江川サイドから文章で謝罪することで、一応の決着が図られたが、新旧委団体からの抗議自体が、大手のマスコミではほとんど報じられなかった。後に、江川は、引退記者会見で、テンションが高まったあまり、思わず口をついた作り話であることを認めた。現役引退は1987年の春頃に、 すでに考えていたとのことで、5月には夫人に同年、限りで引退する考えを打ち明けている。たかが江川されど江川によると、同年5月13日、高楽園球場での阪神戦で、8回まで完封ペースだったが、江川の放題の後輩、木戸勝彦の代打として登場したプロ入り通算0、安田の無名のルーキー、八木博史に100球目の投球を、フルスイングで、 本類なされたことにも大きなショックを受けたという。ヤギは同年オフ、江川の放題の先輩、長崎慶一の引退に伴い、江川も一時的に与えられた背番号3を与えられた。また、巨人阪神論では、前年の1986年の時点で肩の痛み、などから引退を考えていたと述べ、入団初年に急所で終わって、以来、 一桁勝利で終わるようでは、プロ野球を続けちゃダメだと考えるようになり、1987年は13勝、したものの来年は多分一桁になると思ったことも引退を決めた、原因であると述べている。上記の小早川の本塁打については、その日はここ数年で一番調子のいい日で、肩の痛みもなく、これで空振りが取れれば来年もう一度二桁勝利が取れるという、賭けとして、 キャッチャーは、外角のサインを出していたが、あえてそれを無視し、自ら完璧だと思って投げた、勝負の内角ストレートを打たれたことで、その自信を失ったという。くしくもこの年上げた勝ち星は、小林茂が引退した年と同じ13勝だった。ただし、江川の通算勝利数は、小林の通算勝利数より4勝下回る。プロ野球人生最後の当番となった因縁の、 西武との1987年度日本シリーズにおいては、第3戦に先発投手として登板。後投を見せるも打線がそれに応えることができず、石毛博則とジョージ・ブコビッチにソロ本塁打を打たれ、8回2失点で敗戦。チーム自体も相手の組織力と隙のない野球の前に、乾杯を喫し、最後の花道を飾ることはできなかった。 この年の8月に次年度の球団カレンダー用の写真撮影が行われた際にはカメラマンから桑田真澄との2ショットを依頼されたのに対し後に写真の差し替えで桑田に迷惑をかける可能性を考慮して2ショットを拒否した。シーズン終了後の球団のお会では長嶋茂雄の引退試合のコメントをもじって巨人軍選手会は永遠に不滅ですと最後の挨拶を行った。 1988年3月18日、東京ドームのコケラ落としで、江川すぐるの引退セレモニーが取り行われた。引退後は、1988年から、日本テレビの野球解説者に就任。1993年には、メガ CD 専用ソフト、江川すぐるのスーパーリーグ CD の開発にも関わり、1994年からは、スポーツウルックスの MC。 1996年からは、ザ・サンデーのスポーツコメンテーターを務める。2019年現在は、ゴーイング、スポーツニュースの日曜日メインコメンテーターと、ナイター中継、主に巨人主催試合の解説を担当している。ワイン好きで、ワインタレントとして知られ、ワインに関する著作があり、名誉ソムリエの資格も持っている。2003年春には、放題野球部臨時コーチを務めた。 2009年のヤクルト新規キャンプでは球界を代表するストッパーである、イガラシリょうの特別コーチを務め、2011年には、千葉、鎌ヶ谷で、日本ハムの新人合同自主トレを視察、斉藤祐希の投球を見て、北別府タイプになったら200勝近く勝つと分析した。作家の草柳大蔵は、著書、綺麗な敬語恥ずかしい敬語で、 綺麗な言葉で解説するプロ野球解説者として、豊田康光や落合博光と並んで、笑顔を上げている。スポーツウルグスでは、G1 シーズンになると、杉本清と競馬の予想を行っていたが、あまり当たらなかった。幾度となく巨人の監督候補に、名前が挙がるものの、本人はその度に否定しているが、自身のテレビ番組でも、 巨人の監督が変わるニュースが大きく取り上げられる際は、他の出演者から狙っていたんでしょうと声をかけられ、それらしいコメントを繰り返している。江川は2010年の対談で、監督になるかどうかはタイミングによると述べている。同じ対談では、自分は考えを譲れないタイプなので、コーチではユニフォームを着ない。 年齢的に最後かなと思った時には、巨人以外のユニフォームを着ることもあるかもしれないとも、話している。2011年11月11日、2012年シーズンから、江川を、巨人一軍ヘッドコーチに起用すべく招聘する案が、渡辺綱尾球団会長によって進められていたことが、清竹栄里球団代表の記者会見で明らかになっているが、江川自身は、球団側から、 正式な要請を受けていないとしており、仮に、コーチの話を受けたとしても、入団時の経緯もあり、この年の一軍ヘッドコーチである、岡崎香織に迷惑をかけられないので、受けないだろうと、江川は述べている。結果、岡崎は一軍ヘッドコーチ留任となり、江川の入閣は行われなかった。2015年10月、巨人の公認監督として検討された。江川の休息は、 高校時代にすでにピークを迎えていたとも言われ、当時スピードガンはまだなかったが、時速 150km を超えていたのではないかと推定されている。スピードガンが各球場に導入された頃、江川のストレートの球速が時速 135km 前後と表示される記録映像が残っている。これについて、掛布正幸、西本清牧原宏美など、 多数の人物が、育動音に、江川の急速が、時速 140km を下回ることはあり得ないと、証言、当時のスピードガンは、精度が低く、数値の正確さには、疑問があると指摘している。特に掛布は、最低でも 150km、好調時は 155km 以上出ていただろうと述べている。江川が投じる速球の威力の高さは、 投手としては、指が短めだったこともその理由とされる。指が短めだったことは、スピンをかけるには有利だったが、フォークボールなどの変化球を投げるのには適さなかった。そのため、プロ入りまで変化球はカーブしか投げられなかった。掛布や高木豊の弁によると、江川は手首の関節が非常に柔らかく、打席から見ると、リリースの寸前まで手のひらが見えたという。 この柔軟かつ強靭な手首により、ボールに強烈なバックスピンを与え、江川独特の伸びのあるストレートが生まれたのではないかと、高木は解説している。このことを、掛布は、スピンが効いた、独特のストレートと評した。1985年頃から投げ始めた、相手の腰を引かせるスライダー系のボール、腰光が話題になり、本当に腰光が送られてきたエピソードがある。 このことに味を占めた江川は、今度はメロンをもらおうと、相手のマスクをメロメロにしてしまう顔の前を通すボール、マスクメロンを開発している。現役時代のライバルだった、掛布正之は、ストレートへの強いこだわりを持ったボールを感じさせてくれる唯一の投手だったと述べている。阪神のランディバースが55本塁打や7試合連続本塁打、などで、大貞春の記録に迫ったとき、 逃げ越しの巨人投手陣の中にあって、勝負を挑んだのは記述の通りだが、バースが2年連続3冠王を獲得した1985年と1986年において、1985年は、非本塁打0、1986年の非本塁打も7試合連続となった、本塁打と連続試合打点記録更新中の最後の試合で打たれた2本だけであった。の引退時、 バースは江川を日本、アメリカを通じて今まで対戦した中で最高の投手と称えている。9回を完投するため中心バッターには最高出力まで上げ、下位打線の選手にはコントロール重視とするなどメリハリをつけていた。9回に全力の投球で三者三振を取ることをやっぱり打てないという印象を与えるという点で重視し、 そのために7回8回は少し力を落としたと述べている。現役時代にチームメイトだった篠塚和則は江川さんにはギアがあると表現しており、試合の中でここぞというとき、特に主力打者と対戦するときはトップギアに入れた。あの大きな体がさらに一回り大きく見えたと10回している。江川はよし9が極めて少なく、これは高校時代、 自らが頭部支給を受けた経験から厳しく内閣を攻めることにためらいを見せたためと語っている。江川自身は保守が構えたままのギリギリのコースに投げることができたため、わざと打者の体の近くには投げることはしなかったとも述べている。また、吉久も少ない。江川の場合、豪速球で圧倒できた前世紀の吉久が非常に少ないのが目立っている。江川は、 ボール球を投げること自体が嫌いだったと述べており、当時の巨人では、カウントツーストライクノーボールからヒットを打たれると、罰金を取られたため、保守からの懇願でその場合は仕方なくボール球を投げていたという。一般的に速球派投手はコントロールが悪いことが多いが、江川はそれに当てはまらず、コントロール面も卓越したものであったことが伺える。基本類だが多く、 一発病と言われた投手の一人であり、本塁打を打たれた際、マウンド上で両手を腰に当てながら、首をひねるシーンがよく見られた。1982年は、リーグ最多の36本塁打を浴びた。9イニングあたりの非本塁打は通算で1.23本で、ある。上記の通り、デビューした大阪新戦では、敗戦投手になったが、その後は、阪神キラーとなり、 大阪神戦、通算36勝を挙げた。これは、通算135勝の一4強を占める。逆に、小林茂は、阪神に移籍した1979年こそ、大巨人戦8勝0敗と意地を見せたが、その後は引退までの4シーズンで、大巨人戦5勝15敗と対照的な結果になった。入団2年目の1980年8月16日。 大阪新戦での小林茂との初対決では、打撃でも小林から決勝タイムリーヒットを放つ活躍で3失点完投勝利を収めている。後にプロ野球でやっていく中で絶対に負けられない試合は数試合しかないだろうが、その中の一つがその試合だと思って試合に臨んだと懐術している。打撃の優れた投手としても知られているが、 初安打はデビューから36打席目だった。プロ入り最初の打席で、阪神の山本和幸が初球に投げたストレートがあまり速くなかったため、プロってこんなレベルかと思っていたところ、その後、内頃と見て振った球をいずれも空振りして、三振を喫した。江川は、それがフォークボールであったと気づき、これはやばいぞ。プロはこんな高いレベルなのかと思ったと回想している。 少年時代の写真に笑顔で写っているものはない。それは父親から写真は真顔で撮られろと言われたからである。裕福な少年時代を送っていたわけではないが、父親が財産の管理がうまかったことから年2回の旅行を行えたり、電化製品を揃えることができるなど、物資には全く不自由しなかったとのこと。幼い頃に父に背負われて散歩に出かけた際、 背負われたままがけの下を覗かされたことが原因で、極度の高所教負傷となった。そのため妻が、元客室乗務員でありながら、飛行機嫌いであり、国内の移動はどんなに時間がかかってもいつも、鉄道などを用いている。かつて巨人の北海道遠征の取材で、東京、盛岡、青森、函館、札幌と1日、かけて陸路を乗り継ぎながら出かけたほか、 宮崎キャンプの取材でも東京博多新八代、鹿児島中央と乗り継ぎ、車で宮崎入りするなど、時間がかかっても、陸路移動にこだわっている。現役時はまだ青函トンネルが開通しておらず、チームの北海道遠征時は、登板がある場合のみ、飛行機を利用したが、自らの登板予定がない時はチームに帯同せず、東京に残った。松山でのオールスターゲームを取材した時でも、 松山、岡山、東京と乗り継いで帰郷したために、翌朝のザ・サンデーのエンディングで、江川はすでに松山を立ったとのフリップが出ていた。陸路がない沖縄へ、キャンプ取材する際も、時間に余裕があるときは、鹿児島から24時間かけて、フェリーで沖縄に移動するほどである。横浜 DNA ベイスターズの春季キャンプの取材で沖縄に行った際、 この時はさすがに飛行機には乗ったが、中畑清監督に、どうやって来たの潜水艦でも乗ってきたのと言われてしまい、迷宮会の範囲での取材時にも、長島修行から、江川さん、よく飛行機に乗れましたねと言われたほどである。飛行機嫌いの一因には、幼少時代の体験だけでなく、現役時代に発生した日本航空123便墜落事故も影響していると言われている。 この事故で同じ球界関係者である阪神タイガース中野はじめ球団社長も犠牲になっていたため球界全体にも大きな衝撃を与えていた大学時代後の夫人なる女性と交際していた時にデートと東京六大学の試合の登板予定が重なると待ち合わせ時間として試合開始から何時間後というように時間を指定していたという夫人によれば 指定した待ち合わせ時間に遅れることはほとんどなく、逆に試合の進行が早すぎると、わざと遊び玉を投げて、時間調整をしていたほどであった。現役時代から在宅に精を出し、不動産投機で大失敗して、多額の借金を背負う。投げる、不動産王とも呼ばれた。プロ入り直後には契約金を使って土地を購入したところ、 予定納税のことをすっかり失念していたために資金繰りに急し、結局土地を手放さざるを得なくなるなど、投資に関する失敗談も多い。このほか、一時は第一不動産や東京米ホテル東急の運営会社の役員にも名前を連ねていた。なお、同様の呼び名は、桑田真美にもあったが、こちらは本人が直接作った借金ではない。現役引退の年。 自宅に近い横浜市緑区霧が丘に喫茶店、キリン湖を開店した。もともとは巨人で打撃投手をしていた同僚が転職を考えているという話を聞き、その支援目的で当時近所に住んでいた黒沢久夫や羽川豊からと共同で出資したのがオープンのきっかけだったという。しかし、住宅地で周りにほとんど店がないこと、すぐ隣に、 老舗の喫茶店があったことなどから数年で閉店。その後駐車場となっており、建物の移行の一部が駐車場の壁として残っている。本人曰く、成金趣味に結構な金額を費やしている。一時はワインにハマっていたほか、ゴルフ好きが講じて純銀パターンを特注で作らせたこともある。それらの贅沢にはストレス発散の意味合いもあったという。 テレビでの野球中継において、選手を呼び捨てにしている解説者が多い中、江川は基本的に呼び捨てはせず、選手、投手といった故障をつけている。当園に元タレント、女優の江川優美がいる。現役時代の江川のライバルとして、西本清がいる。もともとは空白の1日事件で江川が巨人に入団した際、球団が先発ローテーションの一角を無条件で、 江川に与えたため、ドラフト外から這い上がって先発ローテーション枠を掴かみかけていた西本が一方的に江川をライバル視していたが、沢村賞の一見以降、江川も西本を唯一のライバルとして意識するようになった。食事はもちろん、新聞や雑誌などの取材でも、かたくなに二人での取材を避けたという。二人にまつわる逸話として以下のようなものがある。ただし、 引退後は同じ伊藤会のメンバーとしてお互いに信仰を深めている。公的手であった掛布正幸とは現役時代にはオールスターゲームの際に言葉を交わす程度であったが掛布の引退後に解説者として仕事を共にするようになってから信仰を深めた。巨人入団の際に小林茂に迷惑をかけたことに対して追い目を感じていた江川は恨みの感情がありながら 江川の気持ちを察していた小林とはお互い避けるような形で引退後もほとんど会話がなかったが2007年10月12日からオンエアされた木桜の CM で江川と小林は対談という形で共演した。リハーサルもなく撮影された中で小林がしんどかったやろな。俺もしんどかったけどな。二人ともしんどかったと江川に語りかけた。 この対談で初めてお互いのわだかまりが取れたとのちに、江川は語っている。出演中終了。ありがとうございます。